ル選手権に並べるから。山口智之です。今日は今東山の方に来ております。いろいろ片付いてなかったりするんですけど、ちょっと息抜きに、スナップをしようかなという感じで来ております。紅葉シーズンでこう観光のピークっていうのもちょっと一段落という感じで、人出は若干マシなんじゃないかなと思ってるんですけどね。成人式の前撮りとか、結婚式の前撮りとか、そういうのをされてるっぽいですね。はい、コース的にはいつもよく行っているコースですね。中央院の前を通って、丸山公園を抜けて、二年坂三年坂という感じと、まあ茶坂の塔付近をちょっと散歩しながらスナップしようかなというふうに思います。で、今日持ってきているカメラとレンズですけども、動画は DJI の Osmo Pocket 3ですね。カメラとレンズは富士フィルムの XE4 に映レンズっていうレンズ付きフィルム、映るんですのレンズを再利用した交換レンズなんですけども、それをつけて撮影をしようと思います。はい、丸山公園です。いろんなところで撮影会されてますね。撮影会じゃないか。いい天気ですね。空気が澄んでるのかな。山がすごいくっきり見えますね。海外の人が多いですね。やっぱり、まあ、平日なんでね。
ここからは年中人が多いところなんですが、どうでしょうか。随分人増しですね。戻って八坂の塔に向かいます。八坂神社です。もう結構初詣の準備が進んでますね。いろいろこう普段ないものが置かれてます。ぐらい散歩できたので、
かで帰ろうかなと思います。人多いかな。ちょっと減ってますね。